休憩前に引き続き会議を開きますこれより第37号議案の質疑討論を行います26番野口達也議員 ただいま議題となっております第37号議案平成26年度長崎市一般,一般会計予算につきましては修正案並びに修正案を除く原案に賛成する立場から市民クラブを代表して意見を申し上げます長崎市の財政状況は扶助費など義務的経費の支出が大きく増加する一方自主財源である資税収入については今後 減少してていいくことが予想されていますまた、平成27年度から始まる合併算定替えや、社会保障と税の一体改革に伴う消費税の引き上げなど、限られた財源と厳しい財政状況を踏まえた上で、重点的取り組みの推進に向けた予算編成については評価するところであります。一方今長崎市は 新幹線西九州ルートの着工により。街並みはもちろん。経済をはじめ。あらゆる分野で。急速に進む変化。に対応するため。的確な対応が求められています。そのような中。今予算において。新市庁舎建設。大型コンベンション施設。マイス。などに関連する大型施設の予算が。計上されました。しかし、これらの案件を含め。各委員会においては。 力の上程の手法、並びに説明不足に対する意見が多く出され、減額修正に至ったことは誠に遺憾であるということを冒頭に述べておきたいと思います。まず修正案について申し上げます。3巻2項児童福祉費、7巻1項商工費、8巻5項都市計画費、10巻7項保健体育費、10巻8項市民会館費において、 指定定管理者者候補者選定審議会費が計上されています新たな指定管理制度の導入や、現在の非公募から公募へ切り替えるものであり、条例と絡む予算の計上は、同時期の審議が不可欠であると考えます。予算説明書のみで報告し、委員会資料も作成しない、いたずらに委員会審議に影響を与えた行為は、理事者側の体質に大きな疑問を感じているものであります。 次に、七巻一行、商工費において、コンベンション施設整備推進費1940万円が計上をされています。大型コンベンション施設、マイスの整備に向けて要求書、要求推進書案等の作成を行おうとするものですが、議会や市民への説明が不十分であり、現段階では到底納得できるものではありません。併せて早期に 市長による議会への十分な説明をすすべきと考えます次に、債務負担行為において、企業立地奨励補助1億7000万円が計上されておりますが、南商業跡地の誘致企業に対して、第1期となる研修センターの計画はなされているものの、第2期となる生産向上の計画については、検討中とのことであり、第2期分については、投資計画が明らかになった時点での 設定が妥当と考えるものであります次に、2館一行総務管理費において、新視聴者建設に伴うプロポーザル方式による委託業務受託者選定審査会費56万4000円、並びに基本実施設計ほか1億2300万円が計上されています。先の条例審査で継続審査となった第22号議案、公開道条例を廃止する条例、第4号議案、 長崎市役所の位置を定める条例の一部を改正する条例に関係するもので、新市庁舎の建設予定地であった公開道の今後の在り方について、議会に対する十分な説明がないまま予算計上を行ったことや、大型予算が絡む関連する条例の議会への条程の在り方に、議会として大きな憤りを感じるものです。以上のことから本予算を減額 修正すするることに賛成をするものでありますす次に修正をにを除く案ついて申し上げますまず、二冠総務費において、離島過疎地域振興対策事業費、野毛崎高浜海岸交流施設整備、並びに同施設の指定管理に伴う管理運営費が計上されています。今後、整備予定の野毛崎健康村を含む田野湖地域、田野湖地区や脇岬海水浴場など3地区を含めた グランドデザインが見えないことから、早急にこれを示し、地域が一つになった計画による振興をお願いしたい。また、二冠総務費の明治日本の産業革命遺産、九州山口と関連地域、および長崎の教会軍とキリスト教関連遺産の登録推進費、並びに関連予算につきましては、まず、明治日本の産業革命遺産、九州山口と関連地域の平成27年度登録へ向けた、 今年8月に予定のイコムスによる現地調査では、市民の世界遺産登録への盛り上がりが不可欠と言われております。全市一体となった取り組みを強く要望をいたします。同じく、2冠総務費の基幹業務系システム整備費をはじめ、基幹業務費、基幹業務系システム運営費、個人住民税課税システム推進費、住民記録系システム運営費、 コンビニ交付システム運営費などについては、第一に個人情報の保護管理を念頭に入れ、平成28年1月稼働へ向け、事業を進めていただきたい。二冠総務費、長崎ガンバランバ国体、長崎市実行委員会負担金については、間近に迫った長崎ガンバランバ国体、長崎ガンバランバ大会の成功に向け、市民全員参加のうと、全力で推進体制を取っていただきたい。併せて実感教育費 7校保健体育費、ジュニアスポーツ競技力向上対策費、補助金については、国体後もジュニア選手の強化が一過性とならないように事業の継続をすべきと考えます。4貫衛生費、2校清掃費の指納処理施設整備事業費、近海クリーンセンターにつきましては、今後、新たに28億円の費用が想定をされ、上下水道局はもちろん、他部局との連携のもと地域住民への 説明理解ををを得られるよう努力をお願いいしたい第6巻農林水産費、有害鳥獣対策モデル事業費では、長崎市としての新たな取り組みであり、被害は農業のみならず、市民生活へも発生をしており、市民生活部との関連も視野に入れ取り組んでいただきたい。二管総務費、平和施設整備事業費については、平和会館内の一部の施設において、バリアフリー化の工事費が計上されておりますが、 会館内にはまだまだバリアフリー化が必要とされる箇所が多く残されており、被爆70周年向けた整備に努めていただきたい。実館、教育費、科学館運営費については、展示室における展示品や天文台の整備において、故障や撤去が目立ち、オープン当時の機能からは大きく後退をしていることから、早い時期にリニューアル、改修を行い、改善を図っていただきたい。8館土木費、費都市計画費の、 新幹線建設発生度受け入れについては、残土処理場所近郊の自治会、住民に十分な説明を行ってもらいたい、また、運搬車両や工事車両による住民の安全対策や渋滞対策はもちろんのこと、残土処理場所の活用については、長崎の将来のまちづくりを見据えた視点で、全長的に取り組んでいただきたい。以上 意見要望を申し上げましたが、今後も財政状況はますます厳しくなるものと考えられることから、これまで以上に効果的で、効率的な行,行財政運営に進められることを要望し、市民クラブの賛成討論といたします。 はい、三番、浦川基次議員。え、<laughs> ただいま議題となっております。第三十七号議案。 平成26年度長崎市一般会計予算につきまして各委員会における修正部分及び修正部分を除く現愛に賛成する立場から意見を申し上げますまず各委員会における修正部分について申し上げます最初に新視聴者建設の関連予算の減額につきましては第22号議案 長崎市公会堂条例を廃止する条例が継続審査となったことによるものでありまずは早期に公会堂の将来を含めたグランドデザインを明らかにするよう求めるものであります次にコンベンション施設整備推進費につきましては交流人口の拡大による地域経済の活性化の取り組みとして埋設施設整備の必要性は一定理解できるものの経済効果や 収支計画の裏付けなどの十分に理解できる説明がなされておらず、市長が整備についての意見表明をしていない段階では判断ができないというものであります。今後、市長が建設の可否を判断し、市長自ら議会に対し説明することを求めるものであります。次に、企業立地奨励補助にかかる債務負担行為につきましては、 長崎テクノヒル模擬における企業立地が決定し安定した雇用の拡大には大きな期待を寄せるものでありますが製造・工場にかかる第2期分の債務負担行為は検討中の事業計画で算出されたものであり実際の投資計画に基づき設定されるべきものであります。なおこのような考えに対し十分な理解を企業に求め 信頼関係を損ななうううことがないよよ努めるる要請すすものであります最後に、指定管理者候補者選定審査会費につきましては、指定管理者制度の導入や選定方法の変更は慎重に検討した上で決定されなければならず、その最終的な決定は条例の審査を通して議会の議決により行うものでありますが、その手続きが踏めない状況で、 提案された同審査会費につきましては認めることができないというものであります今後は適切な議案の提案やより分かりやすく丁寧な説明を求めるものでありますこのような理由から修正部分に賛成するものであります次に修正部分を除く原案について申し上げます政府におきましては経済再生デフレ脱却と財政健全化を合わせて 目指すいわゆるアベノミスクスを引き継ぎ実行し世界経済の回復が期待される中さまざまな施策の推進により雇用や所得の増加を伴う経費回復が続くことが期待されるとしております本市におきましては自主財源である資税収入がこのような国の景気回復に向けた動きを受け一定の増加が見込まれるものの社会保障費など義務的 義務的経費の支出が伸び続けており、依然として厳しい財政状況にあります。このような中、中長期的な財政見通しを見据え、事業の見直しを行いながら財源確保を図り、新たな施策への展開を図ろうとするこの予算予算編成方針の姿勢は一定評価することができます。つることであります。次に各施策ごとに要望意見を申し上げます。 まず、第一に合併地区の地域振興については指定管理者の選定について地元雇用の確保を最優先とするなど地域との連携を密にして推進するようお願いしたい第2に憩いの里については今後施設など老朽化が進み多額の費用が発生することが懸念されることから十分な検討をもとに方針を定め運営にあたるようにお願いしたい。 第三に生活排水処理基本計画において予定していた信用処理方法に多額の経費を要することが判明しその見直しのために実施する信用処理施設整備事業について今後,今後の処理方法の決定にあたっては十分な検討を行い経費等を考慮し最善の判断がなされるようお願いしたい第四に鍋買い山の整備について 夜景観光の推進における重要性は理解するものの費用対効果を検証し過度な支出となることがないようお願いしたい第5に世界遺産登録推進に向けては交流人口拡大ならびに地域活性化に寄与するため市内中心部に世界遺産センター等を設置するなど受け入れ体制及び PR を行うこと第6に 長崎ガンバランバ国体並びに長崎ガンバランバ大会においては選手監督関係者など5万人規模のスポーツの祭典となることからおもてなしの心で長崎を印象づけるように取り組んでいただきたい最後に出島復元については2050年の出島復元に向けた整備を行うにあたり今後は河川や周辺道路などを含め県との連携を図り早期の完全復元に向けて取り組むこと。 以上、意見・要望を申し上げましたが、本市が計画する大型事業は、国や県の補助を含め、主要10事業で総額865億円を要するなど、市民にとっても今後の財政運営に懸念が強まっていることから、市民に対する説明責任を果たし、これまで以上に効率的で効果的な行財政運営に努めることを要望し、賛成の討論といたします。 四十番井原豊一議員、長崎市民会議の井原豊一であります。ただいま議題となっている第三十七号議案、平成二十六年度長崎市 一般会計予算に少し角度を変えた意見を申し上げて賛成の討論をいたしたいと思います市長の行政姿勢が市民本位の制度から遠く離れ有意が独尊、独断先行の兆しが顕著に現れている事態を深く憂慮し行政推進への意見も含めて申し上げますさて我が長崎市役所には 両市長以下幹部職員の中に、列々たる正義感を有しとのご乱心でござるとばかりに、辞表を懐に引き下げて、裸の王様になることを感化せず、ご信仰に及ぶ長崎官兵衛はいないのかと、残念に思っているのは、決して私の私一人ではないように思います。 ここで議会はその権能のすべてを正しく発揮していかなければならないと思います振り返ってみれば過去の長崎市政ではいくつもの成果の陰に数多くの失敗が記憶と記録に残されています本議案に関わり失敗の歴史に学んだものとして 若干時間を借りて過去を振り返ってみたいと思いますのでぜひ参考にしていただきたいのであります戦後復興の初期に残すべきだという議会の非常に厳しい意向を持ちながらも原爆被害を表す象徴的な浦上天主堂の悲内な意向を残すことができなかったこと長崎市民会館 文化ホールが体育館との合築により本格的演劇が公演できないことブリックホールも薄い排水施設と合築する際の留意点を怠り雨の日のコンサートに難点があること憩いの里ゴルフ場建設計画,に計画ではリゾート法制定堤の何者入りで推進された巨大開発でしたが宮崎市以外野の失敗 レイヤー反対する市民の声を耳にかさず飛島建設の破綻に起因してようやく中断に追い込まれています幸いにも巨額の損失が免れました被爆50年目に当選された伊藤市長は爆心地公園に建立を予定した母子像で大失敗をいたしました今あぐりの丘が苦闘しておりますがあの計画も 株式会社ファームの希望によるものではなく、伊藤市長2期目の目玉施設として、四国に赴き、久保渡社長に頼み込み、ゴルフ場は絶対に作らないとの条件付きで応じられたものであり、長崎市の数々の約束違反に限界を感じ,た感じて撤退したと私は直接聞いているのであります。水水道道事業におい,ておいても南部広域水道 事業計画に莫大な税金を投入し損失を生じさせながらようやく昨年事業が廃止となりましたしかしこの結果には誰も責任は取らないのでありますメルカツキ町再開発は失敗ではなかったのでしょうか田口市長の行政指定に大きな疑問を感じ出したのは幼児教育における公が果たすべき役割は終わったと 時の子ども部長に公表させ桜川幼稚園を廃園された時からであります2020年オリンピック誘致の競争局も不信感を深めました市民力をただ一つのスローガンにして当選したはずの市長がゆりが独尊の方向に動き出し地域の自治会並びに各種団体など数多くの署名も軽く一周され その後の後幼児教育振興策はは図られているとは考えられれると考えません旧市民運動での歴史的な課題でありました旧香港上海銀行の保存問題は市政100周年事業の国際交流会館建設のため解体方針を示した元島市長と市議会の動きに対し創価大の総合科学大学の村田明久助教授を事務局長とする 洋館保存研究会等により、実に13万4570名もの市民による直接請求の署名を得て市、市議会、臨時市議会要求に発展し、市長は文化財に指定されれば保存するので、保存条例は不要だと、姑息な姿勢を取り、市議会もまた多数決で市長方針を追認し、署名の重さを葬に去ったのでありました。しかしか その署名の重さはその後、当時の西岡文部大臣などの協力によって、国の十分に指定されて現地保存が達成されたのであります。旧英国領事館の場合は、市の関西委員会職人2人の起点により残すことができたと思っています。このお二人の名前は、ぜひとも記録に残しておくべきだと考え、今、明確に申し上げます。当時のの委員員会職員の宿和一さんと、 朝岡哲人さんであります旧英国領事館は大して活用されず、付属屋が撤去解体される事態にありましたが、このことを察知した2人は、国の重要文化財指定の条件が整わなくなることを危惧さ,され、対策の必要性を強く訴えられました。私はまたしても総合科学大学の村田昭久助教授に相談し、 現地視察の上価値判断を確かめて本会議で取り上げその当時の元島市長が保存を決断されましたここもめでたく国の重要文化財に指定されこれまた元島市長の英断により野口弥太郎美術館として条件付きながら活用さ,されてきたのはご承知のとおりであります木原議員またはいはい、はい、いきます また中学校近くにいかがわしいホテルが建築されようとする事情を察知した建築部職員がその情報をいち早く伝えてくれたのを得て自治会ぐるみの反対運動を立ち上げ業者を思いとどまらした例もあります三宝山の水銀流出問題はニュース源は市職員からでしたこのように市民力職員力は過去には正しく機能したのであります 市長が取り立てて市民力、職員力をこうされているのとは裏腹に、家事投資が悪く、その機能が損なわれているように思われていなりません。市長、あなたが当選されて以来、これまで予算の修正は5件、一般会計歳入算出決算の不認定は3件を数えています。長崎市の長い歴史でも、不認定はわずかに4件でしかありません。市長誕生以来、最初の5年間で、 昨年度ごとに3件の不認定が出されていることは全く前代未聞の異常さと言わなければなりません。今回の東証産に関わり、関わる修正は上下水道事業を含めて17件、条例に関わる継続審査に2件、実に19件がペンディングにされたのであります。市長、そのことをどのように受け止められていますか。行政のりは 視聴者建設事業の基本実施設計においてもいまだ認められていない公会堂跡地周辺の容成規律が引き上げ,上げられなければ実現不可能な事業であるのに市自ら都市計画を否定していますまた公会堂に関わる市民意見を求める反対意見に対してパブリックコメントは多数決ではないとの本会議答弁はまさに市民 意識への軽視ででああり取りり取消すすべきでありま毎数施設の整備・推進については議会での意思決定もな,なく用地の手当ても未定で県の援助の見通しや市内財界の参入も全く不明なままに過去の失敗例に学ばずあなたが所有者の JR と貨物と売買協議の判断を行おうとする市民不在の独断は許され 許されないものと考えます必要ならば取得予算案を提出すべきではありませんかこの3月10日の長崎県議会本会議における高平須陽議員の質問に対する中村知事の答弁は明快でありますマイ,マイスの施設整備に関わる財政支援については具体的な要請を受けておらず県として検討する状況にない従って白紙である閣議も申し上げてきたとおり 収支採算制や運営主体経済効果など様々な課題があり引き続きこれらの課題に対する検証や国の補助事業の活用に対する調整が必要であり財政支援は難しいと答弁されています市長は長崎支社店に不可欠な不可欠だ重要だ成長戦略の切り札だと一人高揚感に浸っておられますが昨年3月までは 土地代を除いて230億円だった計画案が、同年11月には144億円へと、86億円もの巨額をいとも簡単に下方修正しておられ、計画案の熟度の低さが懸念され、環境経済委員会が厳格修正を加えられたことは、誠に適切だと思います。また、新規に指定管理者を選定しようとする予算も先走りであります。 それでもあなたは自分の意見を通したければ武雄氏や大阪市の霊に見習って人々に信を問うべきではないでしょうか。以上、述べました理由により第37号議案には修正案のすべてに賛成し残る原案にも賛成の意思を表明し限りなく反対に近い賛成意見といたします。 次討論を終結し、ただいま議題となっております第37号議案、平成26年度長崎市一般会計予算について採決いたします。本案に対する総務委員長、教育構成委員長、環境経済委員長、および建設水道委員長の報告は修正可決であります。まず 修正部分についてお諮りいたします委員会修正の通り決することに賛成の議員の規律を求めますはい規律多数でありますよって委員会の修正部分については可決されました次に 修正部分を除き、原案のとおり可決することにご異議ありませんかご異議ないと認めます。よって、修正部分を除く原案は可決されました。以上により、第37号議案は修正可決されました。 次に、日程54、第54号議案、平成26年度、長崎市一般会計補正予算第1号を議題といたします。まず、総務委員長の審査報告を求めます。6番井上茂さん議員 ただいま議題となりました第54号議案、平成26年度長崎市一般会計補正予算第1号のうち総務委員会諸課部分における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。委員会におきましては、主樹内容検討の結果、異議なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。なお 当初、予算修正に伴う本補正予算の係数整理につきましては、議長においてよろしくお取り計らいくださるようお願いをいたします以上で総務委員会における審査報告を終わります。 次に教育構成委員長の審査報告を求めます。三十八番、深堀義明議員。ただいま議題となっております。第五十四号議案。 平成26年度長崎市一般会計補正予算第1号のうち、教育公成委員会所管部分における審査の経過、並びに結果についてご報告を申し上げます。委員会におきましては、支柱、内容、検討の結果、いぎなく原案を可決すべきものと決定した次第であります。以上 教育・教育委員会の審査報告といたします。次に、建設水道委員長の審査報告を求めます。2番平野剛議員 ただいま議題となっております第54号議案、平成26年度長崎市一般会計補正予算第1号のうち、建設水道委員会所管部分における審査の経過並びに結果についてご報告申し上げます。委員会におきましては、主々内容検討の結果、意義なく原案を可決すべきものと決定した次第であります。以上で建設水道委員会の審査報告を終わります。 これより質疑,討論を行います質疑討論を終結し、ただいま議題となっております第54号議案、平成26年度長崎市一般会計補正予算第1号について採決いたします。本案に対する各委員長の報告は原案可決であります。委員長の報告どおり決することにご異議ありませんか。 ご異議ないと認めます。よって第54号議案は原案のとおり可決されました。この際、お分かりいたします。日程55第1号議案から日程62議第2号議案までの8件につきましては、委員会付託を省略することにご異議ありませんか。ご異議ないと認めます。よって 以上8件につきましては、委員会付託を省略することに決定いたしました。日程50号第1号議案、監査委員の選任についてを議題といたします。市市長長の説明を求めます<上> ただいま上程されました第1号議案、監査委員の選任について提案理由をご説明いたします。監査委員、金谷弘樹氏が本年3月31日をもって退職するためその後任の委員を選任する必要がございますが溝田弘俊氏を適任者と認め選任いたしたいと存じますので地方自治法第196条第1項の規定により議会のご同意をお願いしようとするものでございます。なお 同氏の略歴につきましてはお手元の議案に添付しておりますのでよろしくお願いいたします以上でございますお分かりいたします本件はこれに同意することにご異議ありませんかご異議ないと認めますよって第一号議案はこれに同意することに決定いたしました 次に日程56第2号議案人権擁護委員の候補者の推薦についてを議題といたします市長の説明を求めます市長,市長ただいま上提されました第2号議案 人権擁護委員の候補者の推薦について提案理由をご説明いたします人権擁護委員の候補者として宮地和重氏を適任者と認め推薦いたしたいと存じますので人権擁護委員法第6条第3項の規定により議会の皆様のご意見をお聞きしようとするものでございますなお同氏の略歴につきましてはお手元の議案に添付しておりますのでよろしくお願いいたします以上でございます お諮りいたします。本件はこれに同意することにご異議ありませんかご異議ないと認めます。よって、第2号議案はこれに同意することに決定いたしました。次に、日程57、第29号議案、新たに生じた土地の確認、並びに、町及びあざの区域の変更についてを議題と いたします市長の説明を求めます市長,市長ただいま上程されました第29号議案新たに生じた土地の確認並びに町及びあざの区域の変更について提案理由を御説明いたしますこれは宿町阿波町 小浦町及び伊王島町二丁目のこういう水面埋め立て地を確認し。この確認に伴い、町及びあざの区域を変更しようとするものでございます。以上で提案理由の説明を終わります。よろしくご審議のほどお願いいたします。これより質疑討論を行います。質疑討論を終結し。 ただいま議題となっております第29号議案について採決いたします。本件を原案のとおり可決することにご異議ありませんかご異議ないと認めます。よって、第29号議案は原案のとおり可決されました。次に日程58、第1号報告、選決処分の報告についてから日程60、 第3号報告専決処分の報告についてまで以上3件を一括議題といたします理事者の説明を求めます福祉部長第1号報告専決処分の報告についてご説明をいたしますこれは法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定及び和解につきまして 市長の専決処分事項の指定に基づき、専決処分したもので、地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。その内容は、公用車の運転に伴う交通事故にかかるもの1件、私有地の売却に伴う職務執行上の過失によるもの1件、消防用ホースの破損による事故にかかるもの1件、クリーンボックスの管理貸しにかかるもの1件について、 別紙記載の通り賠償し和解したものでございます以上でございます建築部長第二号報告専決処分の報告についてご説明いたしますこれは市営住宅の家賃及び駐車場の使用料の支払いに係る和解につきまして市長の専決処分事項の指定に基づき専決処分したもので 地方自治法第180条第2項の規定により報告するものでございます。その内容は、市営住宅の家賃および駐車場の使用料の滞納者など余命について、その滞納家賃などの支払いにかかる和解を管轄の裁判所に申し立てるため、専決処分したものでございます。以上でございます理財部長 3> 第3号報告 専決処分の報告についいてご説明いたしますこれは、工事の請負い契約の契約金額の変更につきまして、市長の専決処分事項の指定に基づき専決処分したもので、地方自治法第180条第2項の規定により、ご報告するものでございます。今回、2件の専決処分を行っておりますが、その内容は、平成24年9月28日に締結した東長崎中学校校舎改築主体工事1、および 東長崎中学校校舎改築主体工事2において、建物の基礎部分にかかる現場打ちコンクリート杭工事において、現場施工の結果、ボーリング調査に基づく想定と一部相違が生じたため、コンクリート杭の長さを変更するなど、施工内容を変更したことに伴い、別式さのとおり、契約金額を変更したものでございます以上でございます。ただいまの報告について、質疑はありませんか。 質疑を終結いたします以上3件は地方自治法の規定により報告されたものでありますのでただいまの報告によってご了承をお願いいたします次に日程61議第1号議案長崎市議会委員会条例の一部を改正する条例及び日程62議第2号議案ウイルス性 肝炎患者に対する医療費助成の拡充を求める意見書について。以上二件を一括議題といたします。提出者の説明を求めます。二十二番、崔世耕議員。えー、ただいま議題となりました。 議第1号議案長崎市議会委員会条例の一部を改正する条例について提案理由を申し上げます本件は平成26年4月1日の組織改正において都市経営室の事務が企画財政部に移管され資産経営室が理財部から市長直下に移設,移設されたことに伴い 常任委員会の所管について改正しようとするものでありますよろしくご審議の上ご賛同賜りますようお願い申し上げます以上で提案理由の説明を終わります 三十八番。深堀義明議員。議。第二号議案。ウイルス性肝。肝炎患者に対する。 医療助成の充実を求める意見書について、ただいま議題となりました第2号議案、ウイルス性肝炎患者に対する医療助成の拡充を求める意見書について提案理由を申し上げます。我が国はウイルス性肝炎、特に B 型、C 型肝炎が蔓延しているのは、国の責めに期すべき自由があるものであり、肝炎対策基本法など、 法法律でも国の法法的責任は明快になっておりますウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は現在、肝炎治療特別措置事業が行われていますが、対象者となる医療が限定されているため、その対象が外れている患者が相当数に上がっております。特に肝硬変、肝がん患者の多くは高額の医療負担の 負担や就労不能により生活困難をきたしておりますさらに肝疾患に関わる身体障害者手帳の適用についても認定基準があまりにも厳しいといった問題点が指摘されております肝硬変病院患,患者は毎日120名以上の方が亡くなっており医療費助成の医療費助成を含む生活援助の 実現は一刻の有意をもない課題でありますよって国におかれてウイルス性肝炎患者に対する医療,医療費助成の拡充のため肝硬変肝がんを含むすべての肝,肝炎医療のに関わる医療費助成制度を創設することおよび肝疾患下に関わる障害認定の基準を緩和し患者の実態に 応じた障害認定制度に,にすることについて実施実現されるよう強く要望する本意検証を提出したしようとするものでありますな,なお案文につきましてはお手元に配付しておりますので朗読を協力させていただきますよろしくご審議賜りますよう賜った上ご賛同賜りますようお願い申し上げます以上提案流の説明を終わります これより質疑討論を行います質疑討論を終結しただいま議題となっております議第1号議案及び議第2号議案以上2件について一括して採決いたします各案を可決することにご異議ありませんかご異議ないと認めますよって議第1号議案及び議第2号議案は 全会一致をもって可決されましたなお、ただいま可決されました意見書につきましては、議長において、関係行政庁及び国会に対し提出したいと思いますので、ご了承をお願いをいたします。次に、日程63、長崎県南部広域水道企業団。 議議議会議員の選挙についいてを議題といたします本件は、本市議会から選出された長崎県南部広域水道企業団議会議員の辞職に伴い、企業団議長から補充の選挙についての依頼があっておりますので、同企業団規約第5条の規定により、企業団議会議員の選挙を行うものであります。 お諮りいたします選挙の方法につきましては、地方自治法第118条第2項の規定により、議長の指名推薦により行いたいと思います。これにご異議ありませんかご異議ないと認めます。よって選挙の方法は、議長の指名推薦によることに決定いたしました。これより企業団議会議会員について 議長より指名をいたします平野剛氏議員久安氏議員以上二名を指名いたしますお分かりいたしますただいま指名いたしました二名を長崎県南部広域水道企業団議会議員の当選人に定めることにご異議ありませんかご異議ないと認めますよって ただいま指名いたしました平野剛議員、並びに久氏議員が長崎県南部広域水道企業団議会議員に当選されました次に日程64平成26年度公益財団法人長崎市体育協会経営状況説明書についてから日程73平成26年度 地方独立行政法人、長崎市立病院機構経営状況説明書についてまで、以上、実験につきましては、すでに配布されております説明書のとおりであります。以上、実験は、地方自治法の規定により提出されたものでありますので、同説明書によってご了承をお願いいたします。次に、日程74。 定期監査および現金水道検査11、12、1月分結果報告については、すでに配布されております報告書のとおりであります。本件は地方自治法の規定により報告されたものでありますので、同報告書によってご了承をお願いいたします。次に、日程75、行財政の効率的運営および 重要施策の推進についてから、日程79議会運営についてまで、以上5件を一括議題といたします。お諮りいたします。日程75行財政の効率的運営及び重要施策の推進については、閉会中の総務委員会に、日程76民生福祉保険行政及び 教育行政の充実については、閉会中の教育構成委員会に、日程77、環境行政の充実および地域産業の活性化については、閉会中の環境経済委員会に、日程78、都市基盤および住環境の整備のさらなる充実については、閉会中の 建設水道委員会に、日程79議会運営については、閉会中の議会運営委員会に、それぞれ調査終了まで継続して付託することにいたしたいと思います。これにご異議ありませんかご異議ないと認めます。よって、以上5件につきましては、それぞれ閉会中の各常任委員会、 及び議会運営委員会に調査終了まで継続して付託することに決定いたしました次に日程80人口減少高齢化対策についてから日程82世界遺産推進についてまで以上3件を一括議題といたしますただいま議題となっております3件につきましては それぞれ11人の委員で構成する人口減少・高齢化対策特別委員会および都市再生・財政問題特別委員会並びに10人の委員で構成する世界遺産推進特別委員会を設置してこれらに付託の上調査することにいたしたいと思いまますこれにご異異議議ありませんかご異議ないと認めます。 よって、以上3件につきましては、11人または10人の委員で構成する、各特別委員会を設置し、これに付託の上調査することに決定いたしました。ただいま設置されました各特別委員会の委員の選任につきましては、長崎市議会委員会条例第6条第1項の規定により、議長において指名いたします。 特別委員の指名を初期に朗読させます。議事課長人口減少・高齢化対策特別委員、池田紀子議員、梅原和樹議員、玄城和夫議員、西田巳信議員、久米正議員、竹次良次議員、長尾晴文議員、向山宗子議員、深堀義明議員、宮崎貴船議員、十橋輝久議員、 都市再生財政問題特別委員、井上茂久議員、川瀬隆文議員、中村俊輔議員、野口達也議員、小宮圭一議員、平野剛議員、前熊正直議員、林博文議員、吉原隆史議員、伊原豊一議員、浅田五郎議員、世界遺産推進特別委員、中村輝夫議員、馬場直行議員、平戸時子議員、佐藤正弘議員、堤克彦議員、 麻生隆司議員山本信之議員奥村周慶議員野口光隆議員梶村常夫議員以上であります以上のとおり指名いたしたいと思いますがこれにご異議ありませんかご異議ないと認めますよってただいま指名いたしました議員をそれぞれの特別委員会の委員に選任することに決定いたしましたこの際 各特別委員会において委員長及び副委員長の御選を行うため暫時休憩をいたします各特別委員会は直ちに開会をお願いいたします 休憩前に引き続きき続会議を開きますただいまの休憩中に、各特別委員会におきまして、委員長および副委員長のご選が行われましたので、その結果をご報告申し上げます。人口減少・高齢化対策特別委員会、委員長池田彦議員、副委員長宮崎貴船議員、 都市再生・財政問題特別委員会委員長、小宮圭一議員、副委員長、川瀬貴文議員、世界遺産推進特別委員会委員長、麻生隆史議員、副委員長、堤勝彦議員、以上であります。この際、お諮りいたします。今定例会における月 事件についてその条項軸数字その他の整理を要するものにつきましては会議規則第1条の規定によりその整理を議長に委任されたいと思いますこれにご異議ありませんかご異議ないと認めますよってこれらの整理を要するものにつきましては議長に委任することに決定いたしました これをもって、会議に付された事件はすべて議了いたしましたので、平成26年第1回長崎市議会定例会を閉会いたします。お疲れ様でした。